ウィリアム・ナン・リップスコム・ジュニアはアメリカ合衆国の無機科学者、生科学者。オハイオ州クリーブランドに生まれる。幼い頃にケンタッキー州歴シントンに転居し、1941年にケンタッキー大学で科学の学位を取得するまでそこで過ごした。博士号は1946年にカリフォルニア工科大学で取得した。 1946年から1959年まで彼はミネソタ大学で教鞭をとっていた。そして1959年からはハーバード大学の科学の教授に就任した。1950年代に X 線結晶構造解析を使ってボランの分子構造を推定し、その科学結合を説明する理論を構築した。 彼は後にこの理論を様々な問題を解決するのに応用した。その中には後にノーベル賞を授与されるロワルド・ホフマンに指導したカルボランさんの研究も含まれる。彼は後にタンパク質、特に酵素の原子配置に興味を持って研究した。国際量子分子科学アカデミーのメンバーであり、ケンタッキー・カーネルの受賞者でもある。また彼は1961年に 全米科学アカデミーの会員に選ばれ、イグ・ノーベル賞の常任プレゼンターも務めた。2011年4月14日、肺炎と合併症のため、マサチューセッツ州ケンブリッジの病院で死去。91歳を打ウィリアム・リップス・コム氏死去ノーベル科学賞受賞者。東京新聞。 http://www.tokyo-np.co.jp:/s/article/2011041601000351 <ッ>、ok、と html2011 年4月16日閲覧ありがとうございます。